は、プロになって2年目ぐらいかな。2年目で熊本行って、J リーグ、J2 試合出始めてからです。それまではもう、海外とか考える余裕はなかったんで、自分がプロで試合出れるか出れないかっていうところをまず、そこだけをずっと考えてたんで。それぐらいから、よくこう海外のゴールキーパーの映像をすごい、まあ見るように、まあモチベーションを上げるためにっていうのもあったんですけど、こういいプレーを見続けて、それで試合入ってくるみたいな、そういうのもあったんですけど、なんかそういうのやってるうちに、なんか、自分もいけんじゃねえかみたいな、なんか、そういう気持ちにだんだんなって。やったことねえな、こいつらみたいな。俺もできんな、これみたいな。俺もここまでいけんじゃねえみたいな。そういう気持ちが少しずつ芽生えてきて。チャレンジすることってすごい、一番楽しいことだと思うし、行けるところまで行ってみたいっていうのを考え始めて、そこで海外、ヨーロッパでやりたいっていうふうに思うようになりました。初めて思ったのは、中学校2年生で日の丸つけた時に外国人、それはまあアジアですけど、試合した時に、うわ、すげえって思ったし、中学生の時にナイキカップの世界大会に出た時に、本当にいろんな国の、その国の優勝チームと試合した時に、結構どこのキーパーもやっぱすごくて、で、僕は昔からブッフォンが好きだったんで、で、当時ブッフォンイベントスに移籍したぐらいだったんで、うわ、俺もイベントス入ったら、ブッフォンみたいなプレイヤーになれるのかなとか思ったりとか、子供の時してたんで、なんかその頃から、あいつかなんか海外でやってみたいなって、こう、まあ将来の夢みたいな延長ですけど、思ってて。で、まあ具体的にやっぱ思ったのは、僕二十歳の時に、イタリアに練習をプライベートでしに行ったことがあって、その時に、やっぱ、こう、すべてを変えられたというか、それまでこう自分が大事にしてきたことっていうのが、実はもっとこう、なんだろうな。もっと必要なことを精査して、本当自分の本当必要なことをもっとこだわってやんなきゃいけないんだっていうのをその二十歳の時にすごい感じれたので、その時に、あ、この環境で、このプライベートで1週間、2週間だけ練習するのと、この環境でもうこれからずっとサッカーするの、絶対こっちの方がレベルアップできるなと思って、その時に強く思いましたね。まずグラウンドとかがやばいんですよ。ぐちゃぐちゃで、冬行ったんですけど。僕とかだったら、じゃあそういうグラウンドが悪かったらもう滑っちゃって何もできないんですけど、そのプライベートで一緒にトレーニングした、多分アマチュアの選手ですよね。だからセリエ D とかの選手とかは、そういうところでもすげえ飛べるんですよ、しっかり。こうパワーを持って。やっぱそういうところっていうのは僕が今までそのじゃあ本当綺麗な、整った日本の芝生の上で、何不自由なくサッカーしてたことっていうのは素晴らしいことなんですけど、でもその時に、でも僕がじゃあこの選手たちよりも上手くなるんだったら、まずこのグラウンドでこの選手たちよりもそもそも動けないとダメだなとかって思った時に、その自分の置かれてる環境っていうものが、当然素晴らしい環境でやることも大事なんですけど、もっと厳しいところでやらないと、この選手たちにはそもそも相手にならないのかなっていうふうに思ったので、やっぱその時にすごいこう自分の中で強いやっぱ向上心というか、もっと強くなりたいみたいな気持ちが生まれたんで、なんかそういう本当に、なんていうんですかね、まあトレーニング内容も当然まあそのコーチとは今でも付き合いあって、たまにアドバイスもらったりするぐらい、まあ本当信頼しててやってますけど、まあ、ただそれ以上にそういうところが本当にもうカルチャーショックというか本当に衝撃でした。まず最初認められるためには、一回まず仲間に認められなきゃいけない、そこまでのハードルというか、そこまで行ってようやく多分スタートするんで、そこまで行くためにまず喋れないといけないのと、あとはまあプレーで示さないといけない、その練習中から。そこは難しい人は難しいのかなと思います。まあでも一番難しいのはやっぱり語学なんじゃないですか。まあでも勉強してれば問題ないはずですけど、いや勉強はせずに、父親がアメリカ人なんで、そこで学んでたという、学んでたというか使ってた英語で。でも全然足りてないですけど。そもそもまあシュミット・ダニエルですから。まず。間違いない。これで日本語しか喋れなかったらちょっとびっくりするでしょ。そうなんだよ。本田選手。リズムはマジ大事だよね。めちゃくちゃ大事です。本当、うちの子も、家族の話してあれですけど、うちの子も、要はポルトガルも連れてってて、
まあ、2年ぐらい向こうの学校、1年半ぐらいから通ってたんですけど、なんかやっぱ、リスニングは未だに失ってないもん。やっぱ喋ること、その単語とか出てこなくなっちゃうけど、うんうん、やっぱその、リスニング能力はマジで高い。あとそのパッて出る発音がすげえ綺麗とか、外国語を普段から聞くことってすげえ大事なんだなってうちの子を見ててすっげえ思った。うん。だからやっぱ発音綺麗だもんね。なんか思うもん。ダンが喋ってるの聞いてて、他の日本人が英語を喋ってるのとダンが喋ってる英語って、なんかそのやっぱ発音がやっぱ全然、まあ、よくそのネイティブとかって言うけど、だなって思う。発音そうなんですよ。発音いいから、こう余計、あ、こいつ結構喋るんだと思ったら、意外と単語出てこないみたいな。結構、そこのギャップにびっくりされることもありますけど。ありがちなやつね。はい。僕の中でいつもやってるっていうか、各外国語でやってるやり方なんですけど、車運転してるときに頭の中で考えることを全部その国の言葉にしてみるっていう。だから朝起きて、じゃあ普通に喋るときはじゃあ家族と喋るときは日本語じゃないですか。でも頭の中であれこれ英語だったらなんて言うんだろうとか、じゃあポルトガル行くときはポルトガルだったらなんて言うんだろうとか、じゃあオーストラリア行くときはこれドイツ語でなんて言うんだろうとかって考えてると、やっぱその言葉が結局普段一日生きていく中で使う言葉じゃないですか。結局もう毎日じゃあ朝起きて、じゃあおはようって言いたい、じゃあまずそれを知らなかったら調べて使おうとするじゃないですか。でじゃあ行ってきますとか、じゃあありがとうとか、その一個一個じゃあ使いたい、これ取ってとか、これが欲しいとか、そういうの全部今日何使おうかなっていうのを頭で考えると、結局それが単語が分からなかったら使えないから、それをその時に、まあ、今は便利だから携帯で辞書とかで入れたら出てくるから、それで最初使ってみて、もしそれがちょっとおかしかったら向こうがなんとなくは分かってくれるから、それいや違う、それそうじゃなくてこうやって言うんだよって言ってもらって、それで覚えていくみたいな、必要な単語から覚えていく作戦です、これは。あ、ポルトガル語はまだあれだけど、オーストリア1年しかいなかったから、ドイツ語は喋れるけど読めない、もう音しか分かんない。だから翻訳かけて、それ読めなかったら聞くじゃん。聞いて、それで自分の中入れて、それを使うだけだから、その文章が読めないから、単語とか読めないから、発音とかの、あれは本当に耳で覚えたのしか使えない。ゴンちゃん、ポルトガル語いつ勉強し始めました？なんか俺、アジアカップで一緒だった時に、こう部屋が閉まった時に、ポルトガル語の教材めちゃくちゃあったから、あれぐらいですか、スタートしたのって。俺だって、ポルトガルに行くことが決まったのが、だって2018の、ほんと11月とかだったから、12月入ってくらいで、それでその時買って、で、アジアカップとか一応ああいうの持ってくんだよ。なんか、でもほぼ読まないんだよね。一応持ってってやるんだけど、でもやっぱそれでやってることって、ほぼ、なんか頭に入んなくて、やっぱ実際現地に行ってから使うのが、一番、覚えるなっていうのは思わない、そこは本当に。確かに。いや、間違いないです。結局、アウトプット、インプットの繰り返しで、そうよく使う単語がだんだん染みついてくるし、うん、で、そのよく使う単語がだんだん増えてって、で、語彙が増えていくみたいな。なんか監督によってよく使う単語とかあるじゃないですか。なんかそれで、なんかそれさえ理解してれば、とりあえずその監督の下でのサッカーはできるから、もうそれをなんか監督カットそれを繰り返してって、この監督がよく使うキーワードとか。そうやっていけば、サッカー選手としては OK かな。それは俺も思う。ダントツ必要じゃない？ダントツで伝えないといけないことが他のポジションより多いし、多くなきゃいけないと思うし。で、それをあれですよね。こう簡潔に早く伝える能力ですよね。すぐパッと。すっげえ難しい。そこが、どんだけ語学勉強してても、多分そこの、なんだ、反射神経っていうのかわかんないですけど、パッと相手に伝わる言葉を考えてそれをバッて伝える能力は、どんだけ語学勉強してても、意外と多分身につきにくいので、うん、それはまあ経験だと思うんですけど。俺だからそれほんとさっきの話じゃないけど、脳内だと思う。まあそれ別に数字とか考えるわけじゃないけど、はいはい、頭の中で普段から、俺とかは、だから今もチームブラジル人が、マックス6人いるから、で、いつもトレーニング見てもらってる、
あのフィジオの理学療法士の人もブラジル人だから、うん、クラブハウスで本当半分以上ぐらいポルトガル語で喋ってんだけど、だからそれとかもやっぱこうやってると頭の中でそういう単語がパーパーパーってやっぱ出てくるようになるから、頭の中で回してれば、だからオフ分けきつくない？わかる？ずっと家族と過ごした後のオフ分け、そう、最初の2日ぐらい頭がねやっぱ日本語で最初出てきちゃうから、うん、パーって単語が出てこないっていうのが結構あるでしょ。サッカーじゃないんですけどいいですか？いや全然いいよ、全然いいよ。使える範囲な、あれっすね、役所とかこう市役所とかそういうとこの手続きとかが遅すぎるですかね。日本は早いよ。公務員の、そうそう、公務員の働かなさが一番苦労したし腹立ったっす、はい、あとバカンス行く、役所めっちゃ行く、そうそう。それバカンスめっちゃ行きます。予約日入ってるのにその日今休暇でいないんだとか言っていないそうそうわかるわそれ、急にバカンス行くから今日約束してんだけどみたいに、そう約束してたじゃん言ってんのに、いやお前バカンス休暇行ったお前が決めてんだろみたいな感じなんですけど優先順位が変わるのはすごい難しさはありました。そのボールを持った時に見る優先順位とか、要は日本人の選手がコントロールできないボールをコントロールできるから、だからブラジル人の選手が多かったんですけど、中盤にこう普通に何て言うんだろうな、胸ぐらいにポンってボールを出すのが全然 OK なんですよ、そいつがコントロールできるから。要はボール、僕がボール出してそいつが失ったらそいつの責任だから、だから結構ちょっとシビアなボール出してもそいつがなんなら出せ出せって言うんで、それ出してそいつがそこで剥がしちゃったりそいつの発想でいけるんで。でも日本だとそれ逆に戻ってきた時も結構そこは苦労するんですけど、あのその感覚でポンって出しちゃうと、いやそこで出されてもみたいな感じの反応がされちゃう時があるんで、とかパススピードとかもやっぱ全然違ったりするんで、それは逆にポルトガルに行った時よりも戻ってきた時の方がやっぱ、まあ、今はちょっとまあわかんないです、慣れていいのかわかんないですけど、ちょっとうまく合わせるようにはしてますけど、でもやっぱそういうパススピードとかその、あボールの扱いのところで、本当チャンスのところでちょっとシビアなボール出してもちゃんと扱って前に運んでくれるとかっていうのは全然やっぱ違いますね。中盤の選手に、なんか多分その受けに来たやつが次のサポートがない状態でも出しちゃっても平気みたいな感じですよね、ゴンちゃん多分。そうそう。もう完全に中盤の孤立してるけど、そう。つけてこいつけてこいみたいなんですね。だそこで剥がしてくれる。プレイヤーがいるかいないかにもよると思うんですけど、そういうのができる選手がいると、そうやって自分のキーパーとしてのそのプレーの選択肢が増えるから。俺が行ったやつはそのブラジルのアンダーとか入ったやつだったから、うん、そいつは俺結構衝撃受けて、ボランチで浮き球でいいから出せっていうの、うん、こいつバカなのって思ったんだけど、でも普通にそれさばいてくれちゃうわけよ。でもやっぱ他の選手にそれやるとやっぱ失うから、そこはやっぱなんか日本人の良さというか、そのサポートにがいる方の足に出してあげて、そっちが見えやすいようにしてあげるとか、なんかそういうのは俺、あ、なんかそういう感覚日本でずっとやってよかったなっていうのはすげえ思ったけど、でも俺も手続きが一番かもしれないです。全力そっちっすね。うん、なんか私生活の方が困ること多いです。ピッチ入ったらやっぱ楽しいことの方が多いし、刺激の方がやっぱ刺激的で楽しい練習とかの方がやっぱ多いんで、やっぱすごく多分僕も経験したことないぐらいの大きな責任が伴うと思うし、そこへの覚悟とか、うん、それに耐えうるその気持ちの強さとか、あとやっぱり日本のサッカーファンの皆さんの期待を背負ってるっていうのも、そういう気持ちも組んでプレーしなきゃいけない、でそれをフィールドで表現しなきゃいけない、でなおかつ確実に結果を出してまずはワールドカップ出場を決めないといけないっていうのが、多分
もう多分その日本のサッカーファンの皆様からしたら多分ワールドカップ出るのが多分ノルマ最低限のにはなってると思うんです。それを必ず達成するっていう強い気持ち、その重圧に耐える気持ちっていうのがすごくこう大事になってくるかなっていうのは、日本のゴールキーパーを、日本のゴールマウスを守るためにはそれがすごい大事なのかなと今そういうふうには思ってます。そうですね、まあ、僕はやっぱり、まあ、今しかもこうやって J リーグ日本でプレーしていて、正直じゃあチャンピオンズリーグとかを見てるときに、あ、やっぱちょっと大丈夫、今のままの自分じゃダメだなって思うところもやっぱあって、やっぱり本当、まあ、ダンが言った通り、あの、まずワールドカップに出るっていうことはとても難しいことで、まあ、エイジさんは予選を経験しますけども、僕にしてもダンにしても、やっぱ最終予選っていうのは、実際ピッチで経験したことは、僕はベンチから見せたことはありますけど、ピッチで経験したことはないですし、やっぱそういう本当に痺れる試合で、ね、どれぐらい自分が本当、まあ、いつも通りの、そこでスーパーなことはいきなりできないので、いつも通りのパフォーマンスをしっかり出せるのかっていうのは、本当にあの、自分の中でも未知の世界ですし、まあ、ただあのさっきなんかすごいいいこと言いましたけど、あのチャレンジすることほどやっぱ素晴らしいことはやっぱないですし、やっぱそこにチャレンジする権利をやっぱまず得るために今本当日々やってるのかなっていうのはまず思いますし、あと僕自身で言うと本当に、やっぱ常に、まあ、やっぱダンだったりエイジさんだったりってもうヨーロッパでプレーしてる選手っていうのは自分の中では常に追いかける存在であり続けなきゃいけないっていうふうに思ってますし、まあ、当然ね、ダンも、まあ、優しいから失礼がないですけど、当然ライバル視してるのも間違いなくて、僕もやっぱそこはもうダンには負けたくないっていうのはもう間違いなく思ってますし、まあ、ただ、お互いが、僕もダンも、二人とも お互いの道で本当に成長してって、でそれをじゃああとは、ね、2人ともすごいいいね、じゃあ監督はどっち使うのっていうのが本当やっぱチームにとっても日本のサッカー界にとってもやっぱ一番いいことだと思うので、だから僕は僕の道で、世界で戦えるようにやっぱチャレンジしたいですし、まあ、多分僕の対戦相手はあの来年レアルマドリード所属のシュルテ・ダニエルになると思うのでそこはちょっとハードルが高いんですけど、まあ、ただ、僕自身は自分の道でしっかりあのそこにこうなんだろう、対抗できるというか、しっかりお互いが高め合ってできる、本当にいいライバルだと思っているので、そこはあの常にあの意識しながら高め合ってできればいいのかなと思っています。はい、まあ、今ヨーロッパであのプレーさせてもらってて、これから、まあ、結果出してこうさらに上のリーグでできるように、でそうやって日本人選手としてあの少しでも上のリーグであのプレーできれば、あの日本のゴールキーパーの価値っていうのを上げられると思うし、そういうとこ目指して、これから、頑張っていきたいと思ってます。僕はあの今 J リーグであの皆さんから、まあ、よく目の届くというか、あの本当にダゾンさんも取り上げてもらってるので、たくさんの方が見てもらえるところで自分のなんていうんですかね、プレーをしっかり表現して、ゴールキーパーがかっこいいと思ってもらえるような、やっぱそういう存在になり続けられる、それも一つ普及のために大事だと思うので、あの僕はそこの部分を今は全力でやって、まあ、とはいえ、常に僕自身もあのチャンピオンズリーグだったりっていうのを常に、まあ、日本でプレーしてますけど目指してますし、あの子供たちも本当そうですけど常に目標は高く持って、やることは大事だと思うので、やってもらえたらいいと思うし、僕はそれの、日本になれるように、頑張っていこうと思います。